ラスムスビュルツはデンマークスキーベ出身の元プロサッカー選手。元サッカーデンマーク代表。現役時代のポジションは MF。地元クラブのスキーベ IK でプロキャリアをスタート。2001年11月オールボー BK に移籍。半年間はレンタルの形でスキーベに残留した。2002年7月に正式にオールボーの一員となり、すぐにレギュラーに定着した。 加入初年度はわずか1試合に欠場したのみで、フル稼働。3シーズン合計でも欠場した試合は、全99試合で4試合のみだった。2007年7月、前年度リーグ王者の FC コペンハーゲンに移籍。一石金は300から400万デンマークククローネと報じられた。しかし負傷のためポジション争いに遅れを取り、ベンチ暮らしが続いた。2009年2月、 残留を争っていた、ベイレ BK にレンタルで加入。ベイレでは15試合に出場し得点を記録したが、チームを広角から救うことはできなかった。2009年7月、フルスオールボー BK に移籍。各年代で、デンマーク代表に選出されている。2005年6月、フィンランドとの親善試合で、ヨンダールトマソンとの交代で途中出場し初キャップ。 UEFAU-21 欧州選手権2006では、チームキャプテンを務め、全3試合に出場し1得点を挙げた。ありがとうございます。